聖プラクセディスは、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1665年頃に描いたとされる絵画。ただし、フェルメールの新作かどうかについては、異論がある。17世紀のイタリア人画家、フェリーチ・フィチェレッリの古代ローマ時代の殉教者とキリスト教の聖人、プラクセディスを描いた絵画の模写だと考えられている。この作品が、フェルメールの新作であれば、 現存するフェルメールの作品の中で最初期の絵画作品となる。聖ー、プラクセディスには成人が海面から絞った殉教者の血をカビな器に注いでいる情景が描かれている。フェリーチ・フィチェレッリが1640年から1645年に描いた現在フェラーラのフェルマーニコレクションが所蔵する作品と告示しており、聖 プラクセディスはこのフィチェレッリの作品からの模写だとされているが、後日のように別の見解も存在する。聖、プラクセディスとフィチェレッリの作品との最も大きな違いは胸元の十字架の有無である。もし、聖、プラクセディスがフェルメールの新作で、制作年度も1655年頃であるならば、マリアとマルタの家のキリストやディアナと妊婦たちと共に、 フェルメールの最初期の作品の一つであり、知られている作品中で唯一他の画家による作品からの模写ということになる。ただ、なぜフェルメールが数ある作品の中からイタリアでもあまり名の知られていないこの画家の作品を選んだかは不明である。20世紀半ば以前のチェープラクセディスの来歴は分かっていない。コレクターのヤーコブレダーが1943年にニューヨークの 小さなオークションハウスで購入したのが最初の記録である。1969年、ニューヨークのメトロポリタン美術館でのフィレンツェバロックを主題にした特別展で、フェリーチフィチェレッリの作品として展示されていたが、この際にイギリス人美術史家、マイケル・キットソンが、フェルメールの作品の可能性があると指摘した。所有者のレダーは、同年に死去し、聖、プラクセディスが、 フェルメールの新作であると信じていた画商スペンサー・ A ・サミュエルズが購入した。その後、バーバラ・ピエ・セッカ・ジョンソン・コレクション財団が、1987年に、スペンサーからこの作品を購入した。著名なフェルメール研究者である、美術史家、アーサー・ウィーロックが、聖、プラクセディスは、フェルメールの新作であると主張し始めたのは、1986年からで、ある。 ウィーロックらがキュレーションした2012年のローマでのフェルメール展ではこの作品も展示されたが2010年に早蓋を巡回した若きフェルメール展では展示作品に含まれなかったバーバラ・ピエセッカ・ジョンソンコレクション財団は聖プラクセニスをモナコの訪問会礼拝堂美術館に展示していた財団オーナーのバーバラ・ピエセッカ・ジョンソンは2013年に死去しコレクションは 競売にかけられるため礼拝堂から2014年に撤去されたが、そのうち、聖プラクセディスは2014年7月8日に、ロンドンで大手オークションのクリスティーズで競売にかけられた。落札価格予想は600万ポンドから800万ポンドだったが、結局624万2500ポンドで落札され、売り上げの一部が、 バーバラの出身地ポーランドの自閉症研究施設の支援に充てられた。新たな所有者からこの作品の帰宅を受けた日本の国立西洋美術館は2015年3月17日よりこの作品を常設展示する。フェリーチ・フィチェレッリが描いた聖プラクセディス。胸元に十字架がない。聖プラクセディスにはミーア1655と読めるものと ミーア・ N ・ R ・ O ・ O と読めるものの、二つの書二つ目の署名の意味として、ミーア・ノル・リッポソすなわち、リッポソに習って、ミーアという解釈があった。リッポソは、フェリーチ・フィチェレッリのあだ名、ミーアは、フェルメールの性の別形、バン・デア・ミーアである。調査の結果、ウィーロックはどちらも、絵画完成人になされた、フェルメール自身の署名であると結論付けた。しかし、 別のフェルメールの専門家である、フェルメール作品を3点所有する、マウリッツハイソ美術館の絵画修復責任者、ヨルヘン・ワダムは、最初の署名は、作品完成後のずっと後になってから付け加えられた、ものであり、二つ目の署名も、あまりに、稚拙で議論に値しないと切り捨てている。せー、プラクセディスに使用されている顔料はおそらく十七世紀の、ものであり、イタリアではなく、 オランダ製の顔料である可能性が高いと言われている。ウィーロックは、フェルメール作の2点の歴史型の作風の類似性から、聖、プラクセディスを、フェルメールの新作であると鑑定した。また、聖プラクセディスの聖女の表情と、フェルメールの初期の作品、眠る女に描かれている女性との描写の類似を指摘し、さらに、フェルメールのカトリックへの回収が、 このような宗教的な遺材を選ばせたと主張している。フェリーチ・フィチェレッリの聖プラクセディスがイタリアから持ち出されていた可能性は低く、フェルメールがイタリアを訪れていたこともまずなかったと。1998年に、ワダムは聖プラクセディスはフィチェレッリの作品の模写でも、その他の作品からの模写でもないと明言した。その理由として、 背景に描かれているモチーフが、前景に描かれているモチーフよりも、制作時間的に前に描かれていることを挙げ、これは模写の制作手順ではなく、オリジナル作品の制作手順であるとした。さらに、聖・プラクセディスに見られる特徴的な波打つ筆遣いが、フィチェレ、利作とされている絵画数点の筆遣いとよく、似ていることから、聖・ プラクセディスはこれらの作品を描いたフィチェレッリと見られているイタリア人画家の手によるものだと主張している。そしてワダムはフェラーラの作品の作者の童貞については留保した上で2003年に行われた会見中に聖プラクセディスはフェルメールの作品ではないと再度明言した。ウィーロックが1997年に出版したフェルメール全作品集には 聖、プラクセディスが収録されているが、ワルター・リトケが2008年に出版した、フェルメール、全絵画集には、聖、プラクセディスは収録されていない。2012年3月にウィーロック・リトケ、サンドリーナ・バンデラ監修の下で、ローマで開催された、フェルメール作品展には、聖、プラクセディスも含まれていた。所有者からの帰宅を受けて、2015年3月から、聖、 プラクセディスを展示している国立西洋美術館は研究者の間で意見が一致していないことを理由に作者名に関してフェルメールに貴族と表記して展示している。ありがとうございます。